はい、皆さんこんにちは。今日はスノー AI、 これを研究している僕にとって新しいまた要素が増えました。それは昨日からということは2024年の10月28日からですね。スノー AI 用の iPhone、iPad アプリが登場しました。今日はそれをお話ししていきますが、概要欄にダウンロードのアドレスを貼っておきます。それはなぜかというとですね、 APP ストアにはスノー AI を模索した偽のサイトが10個ぐらいありまして、これはスノー AI のように見せかけてスノー AI ではありません。これに間違って課金をしたりするとですね、皆さん困ってしまうと思いますので、スノー AI のアイコンというのは今画面の上の方に見せたカタカナでスノー、そして AI 音楽というふうに書いてあって、紫色とピンク色のアイコン、これなんで、よく似たのが右の上角にもスノー AI というのがあったり、また2段目のところの左側もスノー AI というふうに書いています。3段目なんかは色が似ていまして、セウノというふうに書いてあったり、もうたくさんこういうようなサイトがありますので、ここで絶対に間違ってはいけません。そしてダウンロードをするとこのように紫色のウェルカムトゥスノというふうに出てきます。そしてスノー AI を初めて取り組む方などは黒いボタンですね、クリエイトはフリースのアカウントトゥビギンという、これを押してください。そしてもう PC 版で使ってて課金などをしている方、そういう方はサインインを押しましょう。すると僕の場合 Google アカウントで登録をしています。ですから Google を押します。ログインをします。すると今まで作ったライブラリーもこのように自分でですね、プレイリストを見れたりとか、マイソングというところを見ると最近作ったものが上から順番に並びます。このようになっていますので、特に PC でもう課金をされている方、そういう方は気をつけてログインしてください。そして始めるのにはクリエイトというボタンを押します。画面はもちろん PC 版とは違うんですけれども、こんな感じになって、何やら入力を促すように文字がピヨピヨしていますね。じゃあここで、通常でしたら僕はいつも PC ではこのカスタムというのを押して、ここでスタイルとリリック、歌詞ですね、これを入れていくんですが、スタイルとリリックスの順番が変わりました。ですからここでこのように J-POP と入れたり、女性で歌ってほしいとか、そういう形で入れていくことができます。今は英語ばかりじゃなくって、日本語で入れてもまあまあいけます。ただし英語で入れる方が確実だということだけは覚えておいてください。そしてここに歌詞があります。日本語の歌詞を作りたいような時は日本語で入力をします。秋の夕日は綺麗というふうに打ちました。そして下の方に行くとジェネレートリリックスというふうになっていますので、これを押します。するとこんなふうに歌詞を書いてくれます。そしてここでクリエイトというのを押せば、もう楽曲が作られます。今回は歌入りの楽曲です。ちょっと操作性がややこしいところがありますね。ここでもう一度マイソングを押しますと、秋の夕日は綺麗というのがこのようにできています。僕が2回押したからですね、このように4つ分できているわけです。もう一度操作性を確認したいと思います。このメニューになっている時にはマイソングというのを選びます。そして右側の下に大きな音符とプラスのマークがあります。これを押すと作成モードに切り替わります。パソコン版でいうクリエイトというのですね。そしてここでもう一度カスタム
というのをしてスタイルを入れますね。そして歌詞、冬の明かりと打ちました。そしてジェネレートリーク、これを選択します。はい、歌詞が書かれました。そしてクリエイトというボタンに行きます。はい、作ったら上にこういうようなソングレディタップトゥプレイというのが出るから、これを押すということですね。静寂の夜に雪が舞う、凍えた指で夢を描く、一人ぼっちの街の隅で君の声を探してる。はい、ここで作った2曲目を聴くときですね、ここが問題なんです。このように戻ってですね、マイソングの方に行かないとですね、ここで2曲目とかというような操作がないんです。ですからマイソングに行くと、こうやって冬の明かりが2つあります。ですから2曲目か1曲目かというのは再生0回というのがありますよね。これを押せばもう1曲の方を聴けるということになります。雪が舞う、凍えた指で夢を描く、一人ぼっちの街の隅で君の声を探している。はい、こんな風に使えるということです。あとこのクリエイトボタンですね、これにはもちろん PC と同じような機能がありまして、このオーディオというのがありますよね。ここにオーディオを読み込んだりできます。僕が今一番力を入れているモチーフで音楽を作るという機能です。その時はここでアップロードのボタンを押しますと、このようにファイルのホルダーが見えます。ここに AI モチーフというふうに出ています。これは僕の別の動画でも説明しています。チャット GPT から音楽を作ったという、そういうモチーフです。これを選んでみましょう。するとアップロードをしてくれます。ここで聞いてみることができます。ちょっと聞いてみます。はい、例えばカスタムというのを押します。そしてこのモチーフを使って選んでいくわけですけれども、今まではエクステンドという機能を使いましたが、ここでですね、そのまま今回はスタイルも何も入れません。モチーフがあるのでそれになるべく従ってもらうようにします。そしてここでですね、今度はクリスマスというふうに打ちます。そしてまた歌詞を作ってもらいましょう。はい、クリスマスの歌詞ができました。そしてここでクリエイトボタンを押します。しばらく待っていると上に赤いボタンが登場します。はい、登場しましたね。これで聴いてみることができるわけです。まず1曲目聴いてみます。星がキラキラ夜空で、家族と笑顔が溢れてる、暖かい部屋でケーキ食べて、願い事一つ叶うかな。はい、こうやって聞けました。ちょっとここにボタンがあるので押してみると、このように歌詞が見れるようになっています。でもですね、ここで次の曲というのはどこにも見当たりません。僕が見当たらないだけか、
皆さん、また見つけた人は教えてください。そしてですね、これを戻したらもう一度手前まで戻ってマイソングを見るとクリスマスがこのように出ています。そして2曲目というかもう1曲の方を聞くんであれば、再生のしていないこの下側ですね、これを選択します。この順番がですね、上と下というかが逆になってる、いわゆる再生がですね、一番最新のものから再生するみたいになったんですね。ですからこんな風になっています。じゃあこちら聞いてみましょう。星がキラキラ夜空で、家族と笑顔が溢れてる。暖かい部屋でケーキ食べて、願い事一つ叶うかな。冬の街が輝いて、はい、こんな風になっているわけです。そしてです、今回正直言っていろんな使い勝手があまり良くありません。 iPhone 以外のデバイスを持っていない人、まあそういう人この頃若い人にはたくさんいます。そういう人ができるようにしたというだけでですね、 iPad を持っている人は僕のように無理にこんなことを使う必要はなくって、 iPad のブラウザで使う方がいいと思います。 Google Chrome とかですね、それ方が使いやすい感じがしています。でも iPhone だけしか持っていない人にとってはとっても嬉しいソフトですよね。ここでもう一度クリエイトします。その時に今回の目玉、これはこの真ん中のカメラです。はい、こうすると写真が撮れます。例えば僕のキーボードを写してみましょう。はい、キーボードを写します。はい、写真を撮ったらここにどんな音楽を作りたいですかみたいなコメントを入れろというふうにぷよ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 動いていますので、ここでパソコンは難しいというような言葉を入れてみます。それでクリエイトしてみます。はい、できたようです。そしたら上のところをタップしましょう。これは何回も繰り返しされるんでしょうか。ちょっとマイソングを見てみましょう。はい、止めないとこのように一つ目を何度も繰り返していたようです。2曲目の歌を聴いてみましょう。はい、そうしまして、例えばここで右クリックしますよね。するとシェアソングとかアッドプレイリストリネームというのができるようになっています。例えばちょっと前に作ったこのクリスマス、これを押します。あ、この少し前に作って
素の AI の中でちゃんと組み立てられて完成というふうになったらですね、ここでもう少したくさんのメニューが出てきます。このようにダウンロードソングであったりとか、そしてメイクパブリックであったりとか、こういうものが出てきますが、ここからですね、音をつなぐようなエクステンドとかがここに出ていないですね。ですから音をつないだりはアプリバージョンではまだできないのかもわかりません。またこれらなんかも、いやアプリででもエクステンドはできるよとかいうような方がおられましたら、また教えてください。今のところはそんなメニューは見当たりませんね。こういう言い方が合ってるかどうかは分かりませんが、ベータバージョン、そんな感じだと思います。スノー AI PC 版と比べて80点ぐらいの仕上がり、そんな感じになっているんではないかなと感じられました。今日はスノー AI のアプリバージョンが登場したということもありまして、どんな感じかファーストインプレッションということでやってみました。まだまだ僕自身もわからないことがたくさんありますので、また一緒に研究していきましょう。では今日も聞いてくださってありがとうございました。またねー。